チアーズは赤松中学による日本のライトノベルイラスト運ぶ位置が担当 MF 文庫 J より全6巻が刊行された関連メディアとして本編のコミカライズが月刊コミックアライブにて2018年11月号から2020年4月号まで連載されたまた MF 文庫 J と RPG ツマまるとのコラボで無料ゲームが配信された 南高校2年の浅場舞桜は、イレーネ学院チア部のパフォーマンスを見て、チアに興味を持った。そして、南高校チア部、チアーズに入部するが、部員数が自分と部長である、福原直子の二人しかいないため配部寸前。そこで、舞桜は、元チア選手だった、川澄仙愛を勧誘するが断られてしまう。しかし愛は学校を欠席し過ぎたため、留年しそうになり、 先生にチアをやることを勧められ嫌がりながらも、バスケットボール部の試合の応援をすることとなった。南高校と異例ね学院の試合の中、舞桜が当初の予定とは違う、教えてもらっていない技をし、体に染みついた癖で成功させてしまったセニアイとのコンビネーションの演技から流れが変わり、その応援のおかげで試合に勝利している。左からチーム名。 高校名の順に掲載。青春 ADV、チアーズ。が MF 文庫 J とドアン号の RPG 集まるのコラボとして2018年5月27日より配信された。チア体験ミニゲームで仲間との絆を深め、南高チア部、チアーズの再建を目指す ADV となっていて、キャラクターボイスを声優、井上マリナが担当している。ありがとうございます。